はい、スタミナ回復、スタミナ回復したんで、とりあえず現状3800しかないんで、まあ、5400のボスに喧嘩売るよりはこっちの方がまだ攻略の目があるだろう。6-3。探検スタート。マギブシ、マギブシ準備。野生のポケモンが現れたぞ。どこにいた、ニャース。マギブシを待つ。あれ、ユンゲライユンゲライ、おにぎだ。噛み砕け。イエーイ、2800、強すぎる。マギブシ、野生のポケモン、ニャースの集団だ。いけ、おにぎり回れ、アイアンスピード。マギブシ、もう一回回れ。うん、やっぱ敵も結構強くなってきてるな。もう一回おにぎり、噛み砕け。よし、2700。お、たまたま、たまたま、たまたまがこっちに行ったところ囲まれなかった。一人で来たただのバカだった。ぼっちポケモン、騙された。おにぎり、マギブシ、ケイシー、ケイシーはテレポートしかしないだろう。マギブシ、よし、行くな行くな、時間をかけろ時間を。ちょっとでも回復してからボスに挑むんだ。行くんじゃない。おっと、スリーパーだ、スリープとスリーパーだ。おにぎり、あ、間違えた、カニだけ、寝てる、やばい、催眠術食らってる、催眠術。二人とも寝た。そして私は封印中。一回逃げろ、噛み砕けないよ、金配りか。噛み砕かないと火力技が寝た。でも復活まで逃げろ。アキビシ、おにぎ、噛み砕け、よし、おにぎ、やけどさせろやけど。アキビシ、ファミのおにぎ、やけどのスリップダメージが入れば勝てる。おにぎ、噛み砕く、マキビシ、もう割と勝てるもんだね。噛み砕くが強いんだよな、明らかに。もうね、3800しかないの。ブーバーレベル上がんなかった。サイフォンはまだまだ30でも、おそらくね、6つ目の解放ならないと思うから、とりあえずオムナイトとブーバーの5つ目の解放が待ちだね。ラフネスストーン、ヒットポイントプラス208。いけるもんだね。さあ完成だ。誰が来るかな、誰が来るかな。まあ待ってる、そう焦るんじゃない。おっと、カクゴロネンジャオロース、大盛り、甘いもの多め、硬いもの少々、エスパーポケモンの好物である。さあ初めてのエスパータイプは誰だ。ケイシーかな、高峰です。僕高峰。ケイシーが仲間に、あーっとレベル高、攻撃型だね。5つつけれる、でレベル30だからいきなり使うことすら可能だな。いいね。さあ何を作ろうか。これはバッテリーだから後回し。おっと、エスパータイプ、甘い蜜が増える。タラララン。お、これでたまったか。鍋たまったな。ちょっと虫ポケモン、虫ポケモン、強い虫ポケモン、強いかな。
現状まだねメインとしていないやつらが、雷はピカチュウでいいよね。炎は、ブーバー、岩地面はサイホーン、ね、そんな感じで、どうしようかな。エスパーは一応今来てくれたし、虫ポケモンいるって言ったらいるんだけどな。草ポケモンマダツボミか、飛行もポッポしかいないしな。ドラゴンポケモンは呼べないのかな。毒ポケモンが、まだだな。ちょっと毒ポケモンのいいやつ呼んでみようか。毒ポケモンはね、化石キノコ、香るキノコ、小さいキノコ、香るキノコ1、化石1、そして、小さいキノコ3。よし、これで強い毒ポケモンに来てもらおう。ベトベトンとかね来ると強いんじゃないかな。料理開始。まあ、4回か。よし、4回なら今回のスタミナ消費で出会えるな。で、今回手に入れたやつじゃ大して強くなれないから、さあいけるかな。4800、3800で4800、大丈夫。俺はもうこの5100すら倒した男よ。4800だっていけるいける。これはあれかな、虫ポケモン、無駄にレベルの高い虫ポケモンいるんだよな。チーム編成、これビートルさんがいるんだよね。無駄にレベルは高い。メイン立てやるわけだし、エスパーだもんな。立役ね、ちょっと変わってもらうか。ボーナスポイント分でどうにかなるかもしれない。ボーナスポイント分考えると多分こっちの方が強いはず。オムスターさんの装備を借りるんだ。そしたらカカロット、お前がナンバーワンだ。カカロットじゃないですよ。火力、あんまり火力が出てない。メイン立てするならボーナスポイントもらってる方がいいよねっていうことで、ビートルじゃないんだよ。さあ頼むぜ。カイロスかストライクが欲しいんだよね、正直。虫ポケモン言ったら悪いんだよ。まあ盾になるだけならこっちの方が、これにプラスボーナス609、ほら4800近い。頼むぜ。コクーンに進化しねえかな、メイン立てすんなら。はいはい、毒針、毒針だよ。ペルシアンが普通に雑魚で来てる。おっと、結構な火力。アミクダキ、おにぎり、毒針も結構威力がいいですね。やめろ、鳴き声はやめろ。もうほんと火力出なくなった。毒針ダメージ出てる。いけんじゃないこれ。野生のポケモン、たまたま。どこ？噛み砕く前に終わった。ナッシュって虫じゃねえな、植物とエスパーだ。じゃあ突き刺さってんじゃん、どうせ。あ、カモネギ。カモがネギしょってやってきやがったぜ。ノーマルだね、弱点はない。弱点はない。おにぎり、おい、何そのダイブ。勝てんじゃねえこれ。やばいな、ただあんまりメイン立てとしては役に立ってねえな、ビートル。おお、バリアードだ。マネネはいない、初代だから。
オニビキ手がアイアンテールの左側を解いてノリバリを噛み砕け、あとは一撃確実に抹殺。やばい、技が使えないと役立たず。メイン盾が一番初めに死んだ。一匹ずつ確実に噛み砕け。4600。これ身代わりだ、気づけよ、これ身代わりだからお前ら。よし、リセットリセット。ほら、これ身代わりだっつってんだろ。歯じゃねえんだよ、それ身代わりっつってんだろ。よし、ミュール復活。もう一回噛み砕けるだろう、死ぬ前に。よし、十分与えたろ、噛み砕け。また身代わりに。逃げろ逃げろ、時間を稼げ、ブーバー復活まで。ブーバー復活。よし、やった、意外に足りなくても勝てる。ふぅ、タタタタンと。ブーバーあと1か2ぐらいだよな。この次も攻撃なんだよな、あいつ。よしよし、オッケー、いい攻撃力高いやつ来てくれた。5700っすか、マジっすか、マジっすか。とりあえずね、この5400と5700がどんなところかを確認しに行かないとね。構成考えるにしてもね、やっぱ敵の構成が分かってないとこっちの構成も変えられないから。チーム編成、まあどうせ見学行くだけだからこのメンバーでいいか、とりあえずこっちは。こっちの5面の方は変えた方がいいけど。よし、5700ね、4600ぐらいしかないけどね、うちのチーム。まあちょっと見学に。ニャースニャース、怒りたねー。まあノーマルはどうでもいいかな。意外なことに6馬力範囲攻撃か、アイアンテール。ボスまでは行かせてください。ボス前に行くのは勘弁。あとレアモンスターどうですか。やっぱ噛み砕くだよな、この世界は噛み砕くでできている。防御力ダウンをやめて。おっと、ケイシーとスリーパー、おにぎり噛み砕く。ブーバリンウェブクリア。とりあえずボスまでたどり着きたい。ビートルさん脆いんだけど、ボーナスポイント本当もらえるのか。強すぎる。やべ、囲まれた。おにぎだ。マスター、おい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 、ユンゲラーかけるに。毒針がいかついんだよね、ダメージ。バカ、行くんじゃない、時間をかけろ。自動回復待つんだ、自動回復を。毒針のダメージもいかつ。リートルさんがそろそろ死ぬけど、行くんじゃない、行くんじゃない、時間をかけろ。ちょっとでも回復してからボス戦だ。逃げろ逃げろ。うーわー、フーディン来たー。フーディンとか勝てる。どう、やけどしろ、やけどしろ、やけどしろ、やけどすりゃ勝てる。死んだ。逃げろ。うわ、強すぎる。さすがに無理かな、無理。やけどしてくれるとね、500か600のスリップダメージがね、5、6秒入れたら超強いんだけど。まあしょうがないね、5700。まあ無理無理、チーム編成。ビードルをもう一度戻そう。
オムナイトさん。よし、今日も来るか。ヒットポイント1、ね、ゲットしてる。770。攻撃力は威力だけだな。リードどうなんだろう。これね、今巻き菱が2個増えてクールタイムも 5% カットしてるんだよね。こっちの方がいいかもしれない。こいつの毒針、ほら毒針、これ数増やせるし、これ2個つけたら毒針 4,5 発飛ばして超火力になるんじゃない。全然ありかもね。まあそれはそうとして、画面のボスも見学に行こうっと。ここはね、水特攻だからね、オムナイト連れてくるのが正解です。さあ行きましょう。野生のポケモンだ。野生じゃないポケモンいるのって話なんだけど、このゲームに。まず巻き虫を巻け。岩系がいるけど神砕け。岩を神砕く岩の男。岩岩強いられている。てブーバー死ぬ、ブーバー死ぬ。ちょちょブーバー、いわーく逃げろ。時間をかけて戦え。ブーバーさん脆いんやから戦闘行くのやめて。しかも岩地面は確か見かけだったろ。死んだ。まあボス戦までには復活してください。なぎびしも強いね。ずっと上に乗ってると連続だし、まあ神砕くは安定の強すぎさ。ボスまでは会いたいぞ、せめて。あ、ディグダだ、ディグダ神砕く。噛み砕くが強すぎるね。バランス崩してるぐらいの強さだよね。よっしゃ、泣き虫おにぎり。よし、まあボスにはダグトリオだ。ダグトリオ、泣き虫、はめろはめろ。穴を掘るしていきたい。今おお、すごい勢いで突っ込んできやがったぞ。さあボス、ボスカバン。あー、ゴローニャさん発光だ。発光だ。死ぬ前に鬼火、アイアンテイル、アイアンテイル。死ぬ前に鬼火、やけど、やけどを決めるんだ。逃げろー。やばい、逃げろ。逃げ優先。なんで自ら画面端に行くんだよお前は。逃げろ。おー、岩木さん復活と同時に、岩木じゃない、サイフォンさん復活と同時に死んだ。よし、逃げろ。お前近寄るんじゃね、逃げろって。おい、オムナイト復活まで逃げとけって。行くなって逃げろって。そっちじゃない。よし、一瞬で死んだ。まだ勝てないね。いや強い。アイテムなんかいらねえよ。いやー強いね。まあ勝てないね。